かなと思っております。はい。それでは、関東6県中部ブロックの審査を進めてまいりたいと思います。じゃん。まずですね、1作品目、ナンバー0387でですね、鉄道パーク、レゴチーム、5つのエネルギーと自然の街の方を、まず3分間、動画の方を流させていただきます。よろしくお願いいたします。関東6県、中部ブロック、鉄道パークレゴチームです。作品タイトルは、5つのエネルギーと自然の街です。最も注目してほしいところは、5つの再生可能エネルギーを利用したところです。地上だけでなく、海中も空間として利用できればいいなと思い、海底住宅街を作りました。これは医療施設、老人福祉施設です。憩いの場も併設されていて、施設内で楽しく過ごすことができるようになっています。自分の学びたいこと、探求したいことを教科の枠を超えて自由に学べる学校です。大きな校庭、体育館、専門教室などが充実しています。他にもショッピングモールやプールなど老若男女が楽しめる施設がたくさんあります。東海地方に住んでいるレゴは明治大正時代の建築を見に明治村に行きました。そこで旧帝国ホテルが最も印象に残りました。鉄道パーク R は関東地方住宅展示場に行き最新の家の構造を学びました。レゴは昔の建築を、鉄道パーク R は最新技術を取り入れたいろいろなデザインの建物を見ました。これは自動でエージェントが作物を植えるプログラムです。風力発電のファンをクロン回っているように見せているところです。プレゼン作りまでほとんどズームでつなげて2人で確認しながら作業を進めました。時間を合わせるのが大変だったけれど、お互いの得意分野を活かしながら話し合い楽しくできたのが一番の思い出です。今回取り入れた発電方法以外もクリーンエネルギーはたくさんあるので、これらのクリーンエネルギーを活用して楽しい明るい未来を作っていきたいと思いました。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしたら、吉川先生の方から質問の方をよろしくお願いいたします。はい、素晴らしい作品、ありがとうございました。本当にみんなも手拍手が出るぐらい感動して見ることができました。それでは、お二人に質問したいと思います。準備はよろしいですか？はい。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは、まずは、最初に、今回のこの、作品を作った上で一番大変だったところは何ですか？どちらでもいいので答えてください。お願いします。はい、一番大変だったところは風力発電の、ファンを回すところです。風力発電のクローンコマンドはコマンド全然得意じゃなかったんですけど、クローンコマンドを勉強したことで上手にクローンコマンドを実行できるようになりました。クローンコマンドは危険なのでバックアップを時々取って作りました。これちなみにそのコマンドはどうやって勉強したんですか？インターネットで調べてどういう
コマンドなのかというところを調べて作りました。なるほど、それであんなにすごい、ファンの回転ができたんですね。じゃあもう一つ質問していいですか。それではすごいいろんなテーマで、例えばクリーンエネルギーだとか、いろんな建築物だとか見どころがたくさんあったと思うんですけれども、今回の作品で一番伝えたいことっていうのは何ですか？はい、はい、一番伝えたいところっていうのは、やっぱりこの今回、この町に自然のたくさん、再生可能エネルギーを取り入れたことで、持続してみんながよりよく生活して暮らしていけるような町にしたところが一番やっぱりこだわったところです。なんかそのクリーンエネルギーの中で核融合っていう難しいエネルギーが出てきたんだけれども、なんかどうやって調べたんですか？核融合っていうのは、核融合は水素のような重い原子の原子核を高い温度でぶつけて、少し重たいヘリウムのような原子核に変えることを核融合って言います。今あるような、核融合発電じゃない原子力発電っていうものよりもとても安全に発電をすることができるっていうことを、お父さんに聞いたり、ネットで調べてみたりしたので、それで、核融合発電を取り入れることにしました。ありがとうございます。とても楽しい作品でした。じゃあ終わりにします。はい、鉄道パークレゴチームの皆さん、キカ先生どうもありがとうございました。じゃ続きまして、2作品目の方いきたいと思います。ナンバー0181番、SDGs クラフトキッズ、みんなが幸せに暮らせる家と町、空中道路で生き物たちを傷つけずに暮らすです。どうぞ、ご覧ください。空中道路でガラスであることで日陰にもならないからです。案内標識です。ちゃんと出口の方向や名前などが書いてあり、方面などの記載もあるのでとても便利です。空中道路は車が走っているので動物は傷つきません。高架ガラスでできているので、未来では車が通っても割れないようにされています。5本の木は3本は鳥のために、2本は蝶のためにです。階段がジャンプしなくても登れるようになってて転ばない階段です。ソーラー発電所を作りました。昼のグループと夜のグループが隣分けられているので、いつでも電気を生み出すことができます。コンポスターで植物とか残ったご飯をそこに入れてコップにして植えてまた畑に植えて食べるコンポスターです。そういうのためてはコップっていうんじゃなくて、それは金魚と同じで、あ、そうそう、水中を入ってて、どれくらいにあるの？今度ゴミ銀行を作りました。プログラミングが入っていて、正しいものを置いてチャットコマンドどうぞとささやくと、消してくれます。しかし正しくないものを置いた場合は消してくれません。正しいものを置いた場合は代わりに金ブロックをくれます。マイクラの中でお金をなくして、お金があるからとかさ、そんなのをなくして、じゃあこれどうぞって見て、ゴミでいろいろ変えて、なんかここでビオトープとかって、ここはみんなの家です。ビオトープや5本の木っています。未来の学校の校庭には
オリンピックの陸上競技と同じプロジェクションマッピングがあります。自然を壊さずにそのまま使ったアスレチックとキャンプ場もあります。メガディスカン頑張りました。マイクラや住宅電磁場見学などでは喧嘩やいろいろなことがありましたが、なんとか力を合わせて頑張りました。はい、ありがとうございました。そしたら中村先生、質問の方お願いいたします。はい、声聞こえますか？聞こえます。はい、よかったです。はい、皆さん素晴らしい街づくりありがとうございます。あの空中に道路を置くことで、その地上にないその状態が生き物にとってもいいというその発想の仕方がすごいなと思っているのと、それからさまざまなその住宅展示場から見たアイデアが実はマイクラの中に入っていることで実現できるというふうに結びつけたところがあのすごいなというふうに感じています。いくつか教えてください。あとまず最初に空中に道路を作ろうと思ったその発想アイデアはどうして出てきたんですか？はい、SDGs クラフトキッズの皆さん、いかがですか？聞こえてるよ。どうぞ。一番最初に空中に作ろうと思ったのはどうして？動物を傷つけないです。なるほど、動物を、大事にしたいなって。その地上に道路があると動物に優しくないのはどんなところだと思いますか？動物が勝手に道路に何も分からずに入ってきてしまうと惹かれて死んでしまうからです。そうですね、そういうの見たことあります？はい、あります。ありますね。その時かな、きっとこんなことがあるのは嫌だなというふうに思ったのは。はい、多分そうですね。はい、もう一個聞いてもいいですか？ワールドの、はい、ワールドの中に実は漆喰の壁っていうのがあったと思うんですよね。漆喰の壁って出てきたんですけども、漆喰の壁って何ですか？わかりません。あ、ね、きっとあの漆喰の壁っていうのもどこからかきっとハウス上の、見学の中で見てきたのかもしれないですね。ぜひ調べてみてください。あの漆喰の壁はすごく環境にいいものだと思うので、今度調べてみてください。はい、大丈夫よ、喋っても。はい、本当皆さんのね、いろんなアイデアすごく楽しく見させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは、続いて、3作品目の方に移っていきたいと思います。スクリーン番号ですね。0182、ワールドクリエイターズ、僕らの街の SDGs です。それでは3分間の動画をご覧ください。ワールドクリエイターズチームです。作品タイトルは僕らの街の SDGs です。作品の中で注目してほしいところは2つあります。一つ目は発電所です。CO2 を出さないいろいろな発電システムを使っています。二つ目は他の国に電力を分けに行くコンテナ船があるところです。SDGs 目標7のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところを意識しました。こだわったのは水力発電や太陽光発電、火力発電、地熱発電、風力発電、間圧板発電などのいろいろな方法で発電したことです。なぜ火力発電を使わなかったかというと、CO2 を排出してしまうからです。そして自然保護区域を街の中に作り、自然を守りつつ身近に自然が感じられるようにしました。私たちが調べたことは、水力発電や太陽光発電などのいろいろなシステムの発電方法を調べたことと、SDGs17 の目標についてや障害のある人についても調べました。これらを調べた結果、いろいろな発電方法を取り入れ、SDGs の17の目標もなるべくたくさん取り入れました。病院をみんなで使えるようにしたり、エコ発電で自給自足できるようにしました。
そして障害のある人に向けて点字ブロックを作りました。プログラミングはトンネルを作る、掘るなどをしたり、自然保護区域をコピーしてアクアシティを作ったりしました。整地や床を張るなどにも使いました。メイクコードは初めて使ったので最初はよくわからなかったけれど、作って試してを繰り返してやっとできた時の達成感はすごく嬉しかったです。最初 SDGs って難しくて自分には関係ないことだと思っていましたが、この町を作るにあたって本などで調べていくうちに SDGs は自分にも取り組めることがあるということが分かりました。最後まで見ていただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたら、関口先生の方からですね、質問の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、素晴らしい作品ありがとうございました。いくつかね、質問をしていきたいんですけれども、声聞こえてますか？聞こえてます。はい、聞こえてます。はい、大丈夫かな。そしたら、一番ね、注目してほしいところっていうのが一番最初に出てきて、いろいろな発電システムで発電したっていうところと、まずちょっと聞きたいのは、コンテナで電気を他の国に運んでいくってあったんですけど、電気をコンテナで運ぶっていうアイディアはどうやって思いついたんですか？石油タンカーなどがあって、あれ、石油を他の国に運べるなら電気も他の国に運んで分けてあげることができるんじゃないかと思って作りました。なるほどね。はい、じゃあ、まあ、石油はまあ何て言うんですかね、こう入れ物に入れて、持っていく、もうまあ運んでると思うんですけど、じゃあ電気はどうやって、運んでいくんですか？バッテリーみたいな、超大きなバッテリーみたいなのに入れて持っていきます。はい、ね、じゃああれかな、スマートフォンとかについてるバッテリーの大きい版っていう、はいはい、ことでいいのかな。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、で、あとですね、いろいろな発電方法 を使ったっていうので、動画の中でも説明があったんですけど、ちょっと早口すぎて全部聞き取れなかったんで、ちょっと全部どんなのがあったのか、もう一度ちょっと確認したいんですけれども、いいですか？こだわったのは水力発電や太陽光発電、波力発電、地熱発電、風力発電、間圧板発電です。最後の、すいません、何ですか？最後が？間圧板発電です。間圧板。ああ、はい、はい。そのじゃあ最後、間圧板発電ってのはどうやって発電するんですか？間圧板を踏むこと、踏んで踏むその動力で発電します。はい、ね、ありがとうございます。ね、いろいろ面白い、ね、発電方法を、ね、調べたかなと思うんですけど、ね、実際になんかこれは見たことがありますみたいのありますか？太陽光発電は学校の屋上にもあるので、それは見たことあります。学校の屋上にあるんですか？小学校かな、はい、はい、屋上に。それ先生に見せてもらったのか、はい、はい、いや、先
じゃなくて航空写真で見ました、はい、航空写真あ、なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃ あ質問以上です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃあ続きまして4作品目の方に移りたいと思います。ナンバー0209、佐伯祐希さんですね。トイレを使った TNT 発電です。それでは3分間の動画の方を流させていただきます。関東6ブロックの佐伯祐希です。作品のタイトルはトイレを使った TNT 発電です。電気が届かなくて人が住めないような海と山に囲まれた場所におしゃれな木の家を作りました。そんな場所でも電気が使えるようにそこに住む人だけで発電できる仕組みを考えました。それが TNT 発電です。僕は普段マイクラで遊ぶ中で TNT が大好きです。なぜなら爆発する時のエネルギーで大きな力が発揮できるからです。それを SDGs に利用できないかと思いました。なので TNT の爆発力を使ってタービンを回すことで発電する方法を考えました。作品テーマはエネルギーをみんなに、そしてクリーンに取り組みました。トイレの水を流してそこからできた火薬を使うこと、その火薬で作った TNT を使って発電するところがそれを表現しています。それだったら CO2 も出さないし温暖化にもつながらない。人が生きている限り便はずっと出るので燃料がなくならない。それは再生可能エネルギーになるのではないかとか思いました。なので便を使って自分たちが使う分の電気を発電できたらいいなと思って作りました。 TNT をどうやって作るか考えたところ、火薬が必要なので火薬をどうやって作るか調べました。その結果、人の便を使って火薬を作れることが分かりました。生き物の糞から亜硝酸になり、それが火薬の元である硝酸になるというやり方は江戸時代にやっていた方法ということを知りました。未来のテクノロジーではそれをもっと効率よく作るのではないかと思いました。それから TNT の爆発は危険なので火薬を使う時の日本の法律も調べました。その中で浜2メートル以上の防火のための空き地を設けること、貯水槽を作ることが必要だと知り、マイクラのマップでもそこを意識して作りました。プログラミングなどどのように使ったかというと、トイレの水を流す音をコマンドブロックで出しました。トイレの水が流れたら、レッドストーン回路で火薬を作るための時間差を置いて、TNT を爆発するようにしました。TNT が爆発したら、その爆風でタービンが回り、その回るエネルギーを感知レールからレッドストーンに伝えて、家に電気が届くようにしました。制作物一覧をスプレッドシートで作りました。その後、やること一覧を見つつ、設計図を書いてからマイクラで作り始めました。今回のマイクラカップに参加して、いろいろ調べたり、マイクラで作ったりする中で、SDGs の大事さを理解しました。今後ももっと勉強していきたいと思います。これで発表終わります。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。それでは、岩田先生の方から質問よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。人の糞からね、発電エネルギーを得るという発想が大変面白いなというふうに感じました。では質問をさせていただきます。糞から、亜硝酸、硝酸が作れるぞっていうのは何で知ったのかな？自分のパソコンで、はい、火薬類取締法という感じで調べて、はい、でそんな感じで見てたら、そういう日本の法律とかそういうのが出てきて、それを見てそれを調べて、それをマイクラに活用してやりました。わかりました。糞からエネルギーが作れそうだって思った時、どんな気持ちでしたか？とっても嬉しくて、とても嬉しくて、なんかこういう感じでできたら、動画でも流したんですけど、CO2 も出さないし、温暖化にもつながらないので、
とってもいいなと思って作りました。はい、じゃあ最後に川崎エコ暮らし未来館に行って調べましたというふうに書いてあるんですが、そこで何か参考になる点、あなたのワールドに取り入れたいなっていうようなものはありましたか？ゲームのような感じでカードを持って、はい、その電気をもったいない電気を使っているところをカードでかざして、で、エコにするっていう、そういうゲームみたいのがあったんですけど、それで、そんな感じでマイクラでできそうかなと思って作ったんです。はい、ありがとうございました。はい、佐伯さん、岩田先生、どうもありがとうございました。それではですね、続きまして、5作品目の方に移っていきたいと思います。作品番号0216、コトネルさんで、家族の願いを叶えた建築士です。それでは、動画の方を再生させていただきます。作品ナンバー216は、家族の願いを叶えた建築士コトネルを作りました。コトネルです。よろしくお願いします。家族の願いを叶えた家を作ったことです。私の夢は建築士なので、マイクラカップの動画に出てきた建築士さんのお仕事の順番に沿って家を作ってみました。おばあちゃん、おじいちゃん、パパ、ママ、おじさん、おばさん、私の願いや困っていることを聞いてSDGs を入れながら解決した家を作っていきました。 SDGs とエネルギーについて調べて、発電にはいろいろな種類があることと、その中でも再生可能エネルギーがとても大事なことが分かりました。風車やいろいろな家を見に行って、積水ハウスで家の仕組みを教えてもらいました。レッドストーンカイロを使って便利なものを作りました。特に見てほしいのはおばあちゃんのエレベーターです。作るのが難しくって失敗もしたけど、 YouTube を何回も見て直しました。もともとクリエイティブ建築が大好きで、立浪先生の動画を見てマインクラフトカップに参加しました。家の建て方や SDGs を学び、どちらもめちゃくちゃ好きになりました。勉強したことを生かして大きくなったら素敵な建築士になります。はい、ありがとうございました。そしたら吉川先生、質問の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本当に素敵な作品で、とても綺麗なさまざまな建物を見せてもらってありがとうございました。じゃあ質問したいと思います。いいですか？はい、はい、お願いします。一番頑張ったことは何ですか？エレベーターの回路です。それは一番見てほしいって言っていたおばあちゃんのエレベーターってやつですか？はい。それはじゃあどんなことを工夫したのか教えてください。
おばあちゃんのエレベーターってどんなものですか？どうやって移動するのかな？ちょっと難しいかな？忘れちゃいました。あ、いいです。じゃあ他のこと聞きますね。桜のあの、なんだろう。あの、風車みたいな。観覧車か。観覧車とか、色使いがすごい綺麗だったんですけれども、なんか普段絵を描いたりとか、色を使って何かするのが好きだったりしますか？はい。するんですか？普段なんか変なのとかなんか面白いの描いてる。面白いの描いてるんだね。なんか今回はそれをこうマイクラの世界で表現したんだけれども、なんかこれから作りたいものって何ですか？マイクラでどんなもの作りたいとかありますか？なんかお家の中のものとか近所のものとかなんか作りたいものあるかな？難しいかな。まあだけどきっとなんかいろんなお家をこれからね建築士になりたいってことで多分マイクラでも作ってくれると思うんで、またぜひね素晴らしいお家を見せてください。はい、はい、じゃあこんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。岡先生、ありがとうございました。そしたら、続きましてですね、6作品目に移りたいと思います。作品番号ですね、0270、座布団の会さんですね。SDGs な未来の海底都市です。それでは3分間の動画ご覧ください。大会で初めてグループを作って建築をするということをしました。これを通してみんなで作るということの大切さを学びました。以上でプレゼンテーションを終わります。
はい、ありがとうございました。そしたら質問の方、中村先生どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。海底に都市を作るというちょっと新しい発想かなというふうに見ています。で、やっぱり地球上にあるその都市を作れる部分っていうのは限られているというところで、新たな場所にこう都市を作っていけるんではないかっていう部分に発想力をすごく感じたところです。本当にありがとうございます。質問させてください。その海底という部分に関して、自分たちがここでならこう、SDGs が達成、一番達成できると思った部分はどんなところですか？ SDGs が一番達成できると思ったところは、やっぱ水の中にあるっていうところであって、水の中でに、街があるので、エアコンや暖房などに、なんていうんだろう、温度差が少ないから、エアコンや暖房を使わずに済むので CO2 削減になると考えています。はい、ありがとうございます。確かにもう水温っていうのがね、一定であれば、外気温っていうものが変動するよりは、そんなにこう変わらずに、いけるという部分での、削減、すごいなと思います。また逆にこう海底であって、先ほど水資源がたくさんあるという部分で一番意識した作りってどこですか？もう一回言ってもらってもいいですか？すいません、はい、海底なので水の資源が豊かにあるというふうに、単純に考えるんですけども、その水資源を取り入れた仕組みというところで一番アピールしたいところはどこですか？ちょっとすいません、わかりません。はい、ありがとうございます。では、最後です。一番これをやってみて難しかったところはどこですか？難しかったところは、みんなで、チームで作るというところが一番難しかったです。全員のスケジュールを合わせるのにすごく苦労しました。ね、でもね、チームでやってみてよかったっていう感想があったので、ぜひこれからも協力してやってみてください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、そしたらですね、7作品目の方に移りたいと思います。作品番号0273番ですね。カップ2021チーム、作品名がですね、水の都ウォーターシティです。それでは、3分間の動画、どうぞよろしくお願いいたします。関東6県中部ブロックカップ2021チームです。作品タイトルは水の都ウォーターシティです。このワールドで注目してほしいところは、地下部分の中央の一角、広告や工事を行っているところです。日本の文化があるということで、いかに日本らしさを醸し出すかというのに苦労しました。その他にも、高度限界まで伸びている白い円錐状のタワーは、迫力を感じさせます。作品テーマをワールド上で、どのように表現したかというと、7番の、エネルギーを、みんなに、そして、クリーンに、と、15番の、陸の豊かさも守ろう、を取り入れました。周りに配置してある、多種類の発電施設、それと、エレベーターで登ったところの大きな木の集合になります。作品を作る上で、どのようなことを調べたか、というと、作品の特徴、海を生かした発電方法について、いくつか調べ、海流の流れをうまく使う、海流発電、や、言わずと知れた、水力、そして、ワールドで表現できませんでしたが、太陽光発電や、
水を電気分解し、発生した水素を燃料に使用することなどを調べました。プログラミングなどをどのように使ったかというと、地下のビルの1階にある花屋でのエメラルドを使った売買システムです。エメラルドをどう利用者から引いて商品を渡すか、そして利用者に分かりやすいメッセージの伝え方を工夫しました。また、コマンドをうまく織り交ぜて組み立てています。こだわったところの一つです。いかがでしたでしょうか。作品の内容は伝わったでしょうか。少し話がそれますが、実はこのワールド、完成していません。まだ、2、3割です。今後、個人的な範囲で制作を進めていこうと考えています。カップを通して、適切な計画を立てること、その計画に、きちんと沿って進めることが、とても重要だと、改めてわかりました。以上で、プレゼンテーションは終わりです。ありがとうございました。そしたら関口先生、質問の方よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、質問の方していきます。まずですね、このプログラミングの使い方というので、エメラルドを使った売買システムってことなんですけれども、そこでなんか大変だったことがあれば教えてください。はい。ですね、エメラルドを自分のインベントリから引くのっていうのが、今のそのコードビルダー、メイクコードの中では実現がしにくい、できないものだった。ということで、エージェントのインベントリに移して、そちらのエージェントのインベントリからエメラルドを引いて、それをコマンドで、アイテムを渡す。という、その一つちょっと回りくどいやり方というのに少し頭を使わされました。なるほど。じゃあ一度あれですね、エージェントがその間に入ってみたいな形になってるっていうことですか。はい、そうです。はい、わかりました。あとですね、発電の方をね調べたっていうことですけれども、はい、海流発電っていうのを調べたってあったんですけど、海流発電っていうのはどういう発電で、はい、なんでしょうか。日本の周りをいくつかな、4つの海流が流れているように、黒潮だったり、親潮だったり、そういう潮の流れを使って、先ほどの画像にも映像にもあった、白いファン、いわゆるタービンというものを回して発電する。なので、その、海流の流れを、タービンの回転に変えるというものが海流発電になっています。はい、わかりました。さっき動画の中にもあったんですけど、まだ完成はしてないということでいいんでしょうか。はい。はい。あれですかね、動画を出した後も、時間が少しあったと思うんですけど、今も少し出来上がプラスされてるっていうことですかね。はい。プログラムで、建築を補助するプログラムを新たに作って、作業の効率化を図っております。わかりました。じゃあ、今後じゃあ、完成されたらですね、どっかの場所で、完成作品を見せてもらえるといいかなと思いますので、はい、なんていうんですかね、すごいワールド自体は、すごい綺麗にできてるなと思ったので、ぜひ完成されるのを楽しみに待ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、8作品目の方に移ってまいりたいと思います。作品ナンバー0282はですね、チームマイハイ、作品名はですね、木と人、科学が共存する理想都市、マイハイ市です。それでは動画の方をご覧ください。関東6県中部ブロックのチームマイハイです。作品名は木と人、科学が共存する理想都市、マイハイ市です。自分が作った町は海岸沿いにある都市をイメージしました。まず海を掘り下げ、
形を整えていき、緩やかな砂浜の曲線を丁寧に作り上げました。浜の後方には堤防を設置し、高波を防ぐことができます。SDGs7 番目標、エネルギーをみんなに、そしてクリーンには、風力発電、太陽光発電を作成しました。風力発電では、ポピュラーなプロペラ式を採用しました。車のエンジンには、カーボンニュートラルを推進するため、水素エンジンを搭載しています。SDGs15 番目標、陸の豊かさを守ろうでは、森林伐採や地球温暖化の影響により、砂漠化が進行していると知ったので、この町には多くの木を植えました。さらに、巨大温室では森や緑地を再生するため、植物の研究をしています。その他に調べたこととして、SDGs の目標7番、15番は13番目標、気候変動に具体的な対策につながる目標と気がつきました。森林破壊と温室効果ガスの増加による地球環境の破壊は全世界的な問題となっていて、先月から開催されていた COP26 でも議論されました。オゾン層は地上10キロから50キロ上空の成層圏に存在し、太陽からの有害な紫外線を吸収して地上の生態系を保護しています。破壊されたオゾン層は現在少しずつ回復していると言われていますが、オゾン層修復装置はその修復を手助けする未来の科学装置です。プログラミングとして使用したコマンドはフィルコマンドとクローンコマンドを使用しました。フィルコマンドは町の陸地を形成するために使用しました。クローンコマンドはマンションを建てるときに階層をコピーして組み立てました。この作品作りを通じて、改めて SDGs の目標の意味を知ることと、自分が住む地球環境のことを考える機会となり、少しでも意識して生活しようと思いました。発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしたら、岩田先生、質問の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、僕はチャットを流せばいいですか？了解です。はい、ではよろしくお願いします。ということなので、少し難しい質問をさせてもらいます。まずは、科学との融合、これは大変面白いなというふうに、感じました。一つ質問です。水素カーが、出ていましたが、今ね、電気自動車っていうのがまあまあ普及されて、インフラも整っていると思うんだけど、なぜ、水素の、自動車を選んだのかなっていうのがまず質問一つ目です。2つ目、少し出ていましたが、レッドストーン回路はどのような点で使われていたのか、もう少し具体的に教えてください。3つ目です。タイトル、木と人、科学が共存するといったところで、なぜ木と共存すべきなのかと考えたのかを教えてください。また後でチャットの方にも送っておきます。よろしくお願いします。はい、岩田先生ありがとうございました。と、チームマイハイさん、そしたら、チャットの方にですね、質問のお答えの方をしていただけたらと思います。それではありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、続きまして9作品目に移ってまいりたいと思います。作品番号0285、
ケユダさんですね、作品名は BSC 美しい空の街です。それでは動画の方をご覧ください。関東6県中部ブロック、作品ナンバー285番、チーム名ケユダの BCS 美しい空の街の紹介を始めます。 SDGs ビルは街の中心にある建物です。中には職員が働いていたり、多くに来れるように工夫をしました。また地上の様子を監視して、植物や動物の生態を研究する部屋があります。SDGs 7番と15番を表現しました。まず15番について、人間は地上ではなく、空に浮かんだ島で生活することができれば、陸地を汚さず生活ができるのではないかということになりました。また、人間が小さくなれば、使用するエネルギー自体が減るのではというアイデアが出てきました。そこで SDGs 7番を解決するために、人間が小さくなった状態で、木の中に入れる仕組みの家を建築しました。陸の高さを守らないと、さまざまな生物が絶滅してしまう恐れがあるので、今どんな生き物が絶滅の危機にあるのかを図鑑やインターネットを使って調べました。いつも遊んでいるジャバ版にはワールドイットというモッドがあります。ただ、エディケーション版ではこのモッドが使えないため、機能の一部を移植しました。使い方は機能ので開始地点、機能つる橋で終了地点を決めます。開始地点と終了地点を決めたら、コピーをしたり、ブロックを埋めたりするコマンドを実行します。開始地点、終了地点を決めます。地点を決めたらブロックの番号を決めてセットコマンドを実行します。コピーをする開始地点、終了地点を決めます。地点を決めたら建築をコピーした場所まで移動してコピーコマンドを実行します。このように面倒な作業も新しい技術を使えば手間が省けます。環境問題にもどんどん技術を取り入れて、より住みやすくしたいと思いました。今回 SDGs について調べていて、海に溜まったゴミやそれを食べてしまう生物の画像や映像を見て、こんなにひどいなことを衝撃を受けました。そしてそれはすぐに解決や答えが出せるものではないと、とても大変な課題であると思いました。僕たちが大人になったとき、今より良くなっているか悪くなっているかは、一人一人の心がけ次第かと思いました。僕たちケユダチームは、良い未来にするために心がけていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしたら、吉川先生、質問の方よろしくお願いいたします。はい。お願いいたします。小人になったらエネルギーが減るんじゃないかっていうね、すごい画期的なアイデアとかを見させてもらいました。ありがとうございます。まず最初に一番頑張ったこと、誰でもいいので答えてください。お願いします。 SDGs ビルなど大型建築やそれを作るためのプログラムです。プログラミングかなり高度なことをやっていたんだけれども、どうやってみんなで連携してやったんですか？例えば役割分担したりとか、一緒に集まってやったりとか、どうやってやったんですか？役割分担ではなく、一人で作りました。あ、なるほどね。得意な子が頑張ってやったってことね。はい、わかりました。タイトルの BSC ってどんな意味なんですか？ビューティフルスカイシティです。あ、なるほどね。タイトルの美しい空の街を英語にしたんですね。わかりました。で、いろいろとこうアイデアが盛りだくさんあって、すごい楽しく見させてもらったんですけれども、本やインターネット以外で、どこか外に出かけて、何かこう調べたり、感じたこととかはあったりしましたか？特にないですかね。なるほどね。やっぱ動画を見たりとかして、勉強したって感じなのかな。
そう、はい、そうですか。はい、わかりました。じゃあ最後に、プログラミングは多分すごい得意だと思うんですけれども、これからどんなふうなプログラミング勉強していきたいですか？Java です。Java をやりたい。じゃあ皆さんね、ぜひこれからもどんどんチャレンジをして、素晴らしい作品を作っていってください。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしたらですね、はい、どうもありがとうございました。じゃあ続きましてですね、10作品目の方に移ってまいりたいと思います。作品ナンバー0302、浦和マイクラブ、コーダー道場浦和、SDGs で未来を変えろです。動画の方、ご覧ください。僕たちはみんなが SDGs を実践できるワールドをテーマに、マイクラとリアルがつながった作品を作りました。SDGs が失敗した未来から、したエージェントとプレイヤーが出会い、未来を変えるためにミッションをクリアしていきます。ミッションでは動画や AI スキャンを使い、裏を紹介した楽しい SDGs を学び、実践できるようにしました。ミッションクリア後に始まる動画と未来編のスタートは、ワクワク感が出るように工夫しました。未来編もミッションがたくさんあり、AI や自動運転トラクターやドローンの操作、核融合の原子になったり、深海への冒険が実際に体験できます。ただ、調べたことを表現するだけでなく、調べたことに自分の知識や工夫を加えて、表現することにチャレンジして、SDGs や裏の課題を解決しました。機械の向こうには、人の心があると、学校や家で話をして、便利な技術をどのように使うかが大切だと分かり、技術を上手に使って豊かに暮らす人の様子を再現しました。シチューハウスのライフミュージアムや、ソサエティ 5.0 博を見学したり、肥料やインターネットを使って家のエコなシステムやスマート農業を調べました。メンバーの親戚が滋賀に住んでいて、針江の蒲田の水を守る暮らしを教えてもらい、調べました。発電も調べました。日光の当たる位置で発電量が変わり、実は夏より冬の方が発電量が多いことをライフミュージアムで教えてもらい、太陽パネルを球体にしてパネルに当たる光を調整し、発電効力を上げました。発電やスマート農業を実際に動かしたり体験するためのプログラミングをたくさん書きました。AI スキャンはティーチャブルマシーンで学習させたデータを TM3 でスクラッチに入れました。未来の街ではクリーンエネルギーを使ったエコハウスや電気や水を近所で作り分け合うシステムを作りました。実際に家の技術の見学もできます。発電所では特に核融合炉にこだわり、磁石の原子の動きを体験できます。海の街は空飛ぶ電車できます。深海探索や地球を生かした街など、海や自然を大切にしたエリアです。緑と水のエリアでは、社会の授業で習った浦和の歴史や調べたことをもとに、アトリエ村とウナギが住むきれいな水と緑の浦和の街を復活させました。スマート農業も体験できます。各国にインタビューして、みんな笑顔になれる家も作りました。一人一人がみんなのために協力し、行動すると決めてバードを作りました。 SDGs の問題は、僕たちがまだまだ知らない難しい問題がたくさんあると思います。ルミの冒険という本に、手に負えない問題は最低小さな問題が集まってできているとあります。まずみんなが目の前の小さなことから行動していったら、きっと素敵な未来になると思います。はい、ありがとうございました。それでは中村先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、皆さん の一番びっくりしたのは、そのバックキャスティングで考えてきたという考え方がすごいなというふうに思いました。このバックキャスティングの考え方っていうのはどういう考え方ですか？SDGs が、SDGs が達成した未来の姿を決めて、そこから1年後、4年後にできていることをみんなで付箋に書いてアイディアを交換しました。今から、
今から温暖化の対策やクリーンエネルギーのアイディアを出して、1年後にみんなが水や電気を使える理想な暮らしを共有して、4年後には太陽エネルギーを使ったり自然の豊かさを守る省エネハウスにみんなが住み始めることなどを話し合いました。はい、すごいですね。そのゴールがまずあって、さらに1年後4年後っていうところまで見通したあの計画だっていったところがすごいなと思います。もっと聞かせてください。この中で、皆さんが一番難しいレッドストーンの回路ってどこでしたか？そうです。駅の改札の切符の、切符売り場の、コマンドとか、レッドストーン回路が、ちょっとコマンドが間違ったり、そこがちょっと一番難しかったり、布団干しマシンっていうのが、夜、あとは、家の布団、家のコマンドで布団干しマシンっていう、夜と昼で、窓開けたり、開けなかったり、閉めたり開けたりするのを変えるっていう、のがあって、そこが、難しかったです。あ、なるほど。昼と夜で、その仕様を変えてきたわけですね、コマンドによっても。わかりました。はい。あと、もう一つだけ聞いてもいいですか？すごくたくさんの人数でやってきたと思うんですけども、そのたくさん人数がいることの、良さって何ですか？役割分担できることだかなと思って、あと、で、作る前にパートを決めて進み具合をチェックしたり、みんなで協力しながら、作りでいくと、すごい、結構ワールドがすごく、たくさん、すごいワールドが作れました。本当ですね。やっぱりたくさんのアイデアが集まるっていうことは、ワールド全体のこうクリエイティブさも広がっていくんだなっていうのをすごく感じました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、続きましてですね、続きの作品に移ってまいりたいと思います。続きまして11作品目です。作品番号がですね、0316ですね、コーダー道場9時、究極のエコ化、未来への道、自然とレッドストーンの二刀流です。それでは3分間の動画ご覧ください。関東6県中部ブロック、コーダー道場9時チーム。作品タイトルは、究極のエコ化、未来への道、自然とレッドストーンの二刀流です。よろしくお願いします。作品の中で一番注目してみてほしいところ、エージェント発電処理です。工夫したところは実物の永遠体を見せながらなるべくコンパクトにしたところです。 SDGs のエネルギーをみんなに、そしてグリーンにの目標をエージェント発電所やスマートストリートで表現しました。クリーンエネルギーについて調べ、この中からあることから発電できるスマートストリートを選びに調べました。エージェント発電所で発電した電気を発電に届けました。スマートストリートでは、使用頻度の高い駅までをつなぎ、人が通った時のみ、電気がつき、そこから貢献しました。では、環状線で僕らの街を一周してみましょう。まずは海中トンネルで海の中を走ります。で、地上に出ると高架区間を走ります。これがエージェント発電所です。夜になるとエージェント発電所から街へ、
自動的に電気が供給されます。向こうにはランニングロードと怪獣都市が見えます。これが病院です。こちらが住宅街です。この下にはスマートストリートがあります。こちらがスマートストリートです。歩くと自動的に発電します。鉄橋を通過します。これで一周です。いかがでしょうか。今回ワールドを選択するにあたり SDGs のことをよく知ることができました。マイクラの世界では SDGs の17の目標のうち3つ達成することができました。しかし地球上ではまだ達成してきている目標が多いとは言えません。そのため僕たちができることをしたいと考えました。ゴダッドはい、ありがとうございました。そしたら関口先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。最後ね、コーダ道場って言ってくれてですね、先生の方ですね、実はコーダ道場前橋っていうのをやってるので、ちょっと嬉しくなりましたありがとうございます、はい。でいくつかですね質問をしていきたいんですけど、これタイトルのところに、究極のエコ化って書いてあるんですけど、どの辺が究極なのかなっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけれども、まずエージェント発電所で、太陽光発電で電気をその町中に届けるっていう面で、まあ他の発電の方法より完全にエコーになっていて究極だなっていうふうに感じたので、そういうふうにタイトルをつけました。あ、はい。エージェント発電所は今あった通り太陽光発電だけなんですか。はい、太陽光発電のみとなっています。あ、なるほど、はい。その太陽光発電にした理由っていうのはありますか。そのエージェントの中に収めるっていう面でも、水力とか他の、発電方法にしてしまうと収まらないなっていうふうに思ってしまったんですけど、その面でもやっぱり見栄えが良かったりだとかするのでいいかなと思い太陽光発電しました。あ、なるほど。エージェント発電所みたいのを最初から作るっていうのがアイディアが先にあったっていうふうに今思ったんですけど、そういう感じなんですかね。どの発電所使おうじゃなくてエージェントをとりあえずこう発電所として使おうみたいな発想が先に あったのかな。あ、そうです。あ、なるほどね、はい。ありがとうございます。もう一つ聞いておきたいんですけど、スマートストリートっていうので歩いていくと電気がついていくっていうのがあったんですけど、どこでそれ知ったんですか。なんか最適な発電方法っていうのをいろいろ調べたんですけど、その中で、ネットにイギリスにスマートストリートっていうのができたっていうのを見つけてそこで知りました。あ、なるほど、わかりました。はい。あと最後ですね、これ作ってるところで一番大変だった場所はどこですか。作るので一番大変だったのは、線路とかあとはレッドストーンの回路を
の中に敷き詰めたりだとか、そういうところです。あ、なるほど、分かりました。はい、じゃあ以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、そしたらですね、続きの作品に移ってまいりたいと思います。続きまして12作品目ですね、作品ナンバー0329、ゆうふうさんですね。ゆうふうさん、僕たちが住みたい街です。それでは3分間の動画ご覧ください。0329、チーム名ゆうふうです。僕たちは兄弟で応募しました。よろしくお願いします。クリーパーとスティーブの家を作りました。こんな家に住んでみたいです。僕は飛行機を見てほしいです。バランスよく作るのが難しかったので、本やネットで調べながら作りました。本当は空飛ぶ車を作りたかったけど飛行機になりました。僕はリサイクルセンター卵自動収穫機を見てほしいです。みんなが使わなくなったものをベルトコンベヤーで流し、欲しい人が持ち帰ったり部品をリサイクルできる場所を作りました。僕たちは SDGs の2番目飢餓をゼロにではラーメン屋さんを作りました。ここでは無料で食べられます。キッチンカーもあるので届けることもできます。自動収穫機というものを作りました。卵は調理もしやすく栄養があるので自動で手に入るようにしました。牧場では牛や羊をみんなで育てています。すべての人に健康と福祉を、では病院を作りました。4番目質の高い教育をみんなに、では塾や図書館を作りました。7番目エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、12番目の使う責任ではリサイクルセンター風力発電で全部の建物ソーラーパネルを設置しました。リサイクルセンターではさまざまなものをリサイクルすることができます。まだ使えるものを誰かに譲って欲しい人が使ったり、修理したい人は部品をもらったり、野菜などワールド上にあるものは何でもできます。10番目、人や国の不平等をなくそうでは橋や道路にチェンジブロックをつけました。11番目、住み続けれる街づくりでは市役所を作り、住んでる人の困りごとを相談することができます。ラジオ局もあります。みんなが交流したりできる広場もあります。15番目、陸の豊かさを守ろうでは森や川を作り自然を豊かにしました。建物の上には小麦畑や蜂を育てています。SDGs の動画を YouTube で見ました。リサイクルのことや環境に優しい建物を調べました。リサイクルセンターのベルトコンベヤー、自動ドア、街灯、卵自動収穫機にレッドストーンを使っています。SDGs のことを勉強できてよかったです。マイクラにも詳しくなれたのも嬉しいです。僕は家電や機械が好きなのですが、僕たちが生まれる前の家電など素晴らしいものがたくさんあるので、使えるものは大切に使い、壊れたものは修理したり、使えなくなったものは違うものに作り変えたりしたいので、こんな街があったらいいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは質問の方、岩田先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず2人は仲良しですか？いや、はい、仲良しです。はい、最近喧嘩したこととかはありますか？あー、あります。はい、どんなことで喧嘩しましたか？マイクラのなんか建築のこととかで、はい。じゃあ質問していきますね。レッドストーン回路が結構難しかったんではないかなというふうに、想像しました。レッドストーン回路はどのように学びましたか？なんかマイクラの本とかを読んで、なんか試しに作ってみたりとか、なんか自分で考え、なんだろう、自分でなんか、こうだったらなんかブロックをなんかこんな感じに置いたらどんな動きするのかなっていうのをやったりとか、まあ、YouTube でやったりとか
YouTube を見たりしてやっています。はい。まちづくりで実際の生活、身近な場所を参考にして、作りましたというふうにありますが、実際にどのような場所を特に参考にしましたか？リサイクル。リサイクルセンターみたいなのが近くにあるのかな？あ、はい。ああ、それを参考にしたっていう感じですか？はい、そんな感じです。ああ、なるほど。じゃあ最後に、実生活も、使えるものは使っていこうというふうに紹介してくれましたが、はい、お兄ちゃんの方かな、家電が好きなのは。はい。一番難しかったもの、直すので、一番難しかったものは何ですか？はい、パソコンとかが大変です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、そしたらですね、次の作品に移ってまいりたいと思います。続きまして13作品目です。作品ナンバー0333、まるまると愉快な仲間たちさんの作品で、プラストゥーネイチャーということで、3分間の動画ご覧いただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。どうもこんにちは。坪内高生とゆうです。今日は僕たちの作品であるプラス2ネイチャーについて紹介していきたいと思います。作品の中で最も注目してほしい部分は山です。山はコード作り、木はクローンコマンドで作っていたのですが、空気までクローンしてしまうので途中からコードで作ることにシフトしました。水力発電回路にノット回路を空気に変えるコマンドを実行し、水が完全に消えるようにしています。振動発電、生活音や電気自動車から出るわずかな振動を電力に変換します。風力発電、カーボンナノチューブの配合により、台風時にも稼働するようになります。太陽光発電は横に広いので、その分畑を増やし、ガスを減らす SDGs2 にもつながります。現在1日に東京都1つ分の森がなくなっています。なので畑を増やすことにデメリットはないと考えます。発電所、変電所、鉄塔を伝い、電気を通し、家に届かないと電気がつかないアンド回路のようになっています。まるまると愉快な仲間たちの高生とゆうでした。はい、ありがとうございました。
そしたら質問の方、吉川先生の方からよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。準備はよろしいですか？はい、はい。それでは最初に質問したいと思います。まずは一番苦労した点を教えてください。苦労した点は、水力発電の横のダムの部分で、粘着ピストンを上に上げるだけじゃ水が完全に消えなかったので、うん、空気をフィルするところを考えたところですね。なるほど。それはあの水力発電とかですね、ダムの水が下に落ちる。あ、そうです。はい。で、あの全体的にすごい発電の仕組みをしっかりと考えた作品だったと思いました。で、いろいろな発電の方法がたくさん出てきたんですけれども、どのように調べましたか？はい、発電を調べる方法はまず、うん、クリーンなエネルギーっていうのをインターネットで調べて、あと、うん、すいません、環境を汚している発電なども調べて、それをに代用できる発電なども自分たちで考えました。うんうん、なるほど。で、この何か発電をいろいろこう考える上で、どこか見に行ったりとか実際にこう何か体験したことってありますか？昔、まあ、3年前ぐらいに、水力発電とか、うん、そういう風力発電とかを見に行って、うん、でそれとかネットで見つけて、それを題材にして作りました。はい、ありがとうございます。素晴らしいシステム、いろいろ未来のシステムを考えてくれたので、ぜひこれからも勉強し続けてもらいたいと思います。はい、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次の作品の方に移ってまいりたいと思います。14作品目です。作品ナンバー0366、軽井沢笠越学園56年 B さんの作品ですね。ノアの箱舟ミュージアムです。それでは3分間の動画ご覧ください。2、1、オープン。私たちは SDGs の15番の、陸の豊かさを守るを中心的にやってきました。映ってないんだけど。の黒板です。その生き物の生態や絶滅の起源度などを調べました。例えばこのオオカミは、オオカミがいないとどうなる、生態系がこうなってしまうなどのことを調べました。ちなみに身長や体重なども書いてあります。その水族館では魚のことを知ってもらったり、魚が餌を食べて糞をすると昆布などの海藻や植物プランクトンが食べ、動物プランクトンが植物プランクトンを食べる、動物プランクトンを魚が食べる、で、そして魚の卵を昆布などがギュッと守るという循環を表現しました。私たちはマイクラカップを通して動物の生態系や自然のサイクルを一つでも壊してしまうと、その影響でドミノのように倒れ
悪影響をもたらすことを知りました。私たちはこれからもその知ったことをよく記憶し気にかけて生活していきたいなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと一部ちょっと動画が止まってしまいましたが、あの内容大丈夫だったと思います。どうもありがとうございました。それではですね、中村先生の方、質問よろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。あの皆さんのまずそのコンセプトとして、ちょっと今までの人と違うな、すごくいいなと思った部分は、何か建築物で新たなものを作り出して、SDGs を解決していこうっていう発想ではなくて、もともとある生態系を元に戻すことで、自然治癒力っていうのかな、自然の持っている力を、元に戻しながらそれらのバランスを取っていくっていうふうに持っていく、その部分が発想として、やっぱりここは自然に返すっていう力を信じているところがすごいなというのを一番感心して、見させてもらいました。素晴らしいです。で、いくつかちょっと聞かせてください。皆さんがそのノアの箱舟というタイトルをつけた理由は何ですか？なんかその動物っていう点で、なんかその、ノアの箱舟っていう、まあ、物語は、その、動物を守るっていう感じの印象があったので、そういう、なんか、その、保存するみたいな、その、そういうイメージでつけました。はい、ありがとうございます。その動物を守るための環境を作っていく中で、何か参考にした場所ってありますか？YouTube で、イエローストーン国立公園の、まあ、生態系を、まあ、狼を放すことにより、生態系が戻っていくっていう、YouTube があったので、それを、まあ、言ってはないですけど、まあ、参考にして、作りました。はい。ありがとうございます。もう一つ、レッドストーン回路は、まあ、これまでも作っていたとは思うんですが、今回ちょっと検索しながら作ったっていうコメントもあるんですけども、何かこう、難しかった部分ってありますか？レッドストーン回路は、そんなになんか、その、まあ、必要性がまだ、なんか、ないなっていうのがあったので、その、重要視はしてないんですけど、まあなんか、バリアフリーみたいな、そういうとこでは、なんか、必要かなっていうのを思って、ちょっと作りました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後です。ごめんなさい。アクアポニックス、学校でやってるんですよね。学校のアクアポニックスはこう何の時間で、やってたりするんですか？学校でテーマプロジェクトっていう、わかるわけねえだろ。テーマプロジェクトっていう、課題解決学習。一つをテーマで決めて、そのテーマでプロジェクトをやるみたいな。進めていくみたいな時間があって、そこで今回これがあったので、その時間で進めたりしました。ありがとうございます。学校のね、その学習の中からのやっぱり作品っていうのがすごくこう説得力がありました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではですね、15作品目に移ってまいりたいと思います。作品ナンバー0370、マインクラフト制作同好会さんの作品ですね。水素が支える未来の街です。それでは3分間の動画の方をご覧ください。これから茨城県海津のぞみ中等教育学校マインクラフト制作同好会の発表を始めます。作品タイトルは水素が支える未来町です。この作品のテーマは陸の環境を守りつつクリーンなエネルギーを使って平和に生活できる町です。
このワールドには水素にまつわる様々なものがあります。水素を利用した飛行船や体熱、他にも様々なオブジェクトがあります。さらに陸の植物を守るために、植物をなるべく植えるように心がけ、生活の利便性を考慮して制作しました。このワールドを制作する上で調べたことは、グリーンエネルギーとは何かということと、どのようなものが該当するかということです。調べた結果、グリーンエネルギーは二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないような環境に優しいエネルギーのことで、それに該当するエネルギーは主に再生可能エネルギーや水素エネルギーが該当すると出てきました。ただ、再生可能エネルギーは天候や自然環境によって発電量が変化してしまうというデメリットがあることも分かりました。水素の場合は燃焼しても水しか排出せず、天候や自然環境に左右されずに安全提供することができるというとても大きなメリットがあることも調べました。調べたことをもとに、私たちは水素エネルギーがこれからの新しいクリーンなエネルギーになることを予想したので、水素を作品の中に活用することにしました。このワールドでは、主にエレベーターを稼働させるためにプログラミングを使いました。老人など階段が登れない人が過ごしやすい街を作りました。また、ショーウィンドウに飾られるアイテムを浮かすために防具立てを透明にしたり、飾り支点のところでプログラミングを使いました。フォーカスすると、陸の環境を守りつつグリーンのエネルギーを使って平和に生活できる街という作品テーマを、水素を活用しワールドの中のさまざまなオブジェクトで表現しました。このテーマの他にもさまざまな人が住み続けられるような仕掛けがたくさんあるので、ぜひ注目してほしいです。これで発表を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとう先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それではまずちょっと聞きたいんですけど、マインクラフトの同好会ということなんですけど、これあれですか、中学校でこうそういうチームなんていうんですかね、同好会作ってるっていうことでいいんですか。はい、そうですね、同好会を作りました。あ、これマイクラカップのためにではない。はい、マイクラカップのために作れました。あ、マイクラカップっていうのがあるから、じゃあちょっと統合会作ってみてやってみようかっていうことですか。はい、そんな感じですね。はい、じゃあそれは放課後とかに集まって作ったっていうことになるんでしょう。そうですね、放課後も作りましたし、まあ土日も主に活動していた感じです。あ、なるほど、わかりました。はい、で、ちょっとまあ中学生ってこともあるので、ちょっと難しい質問をしていきたいんですけど、これ水素エネルギーを活用した町ということで、まあ、だいぶ町自体がこうしっかり作られてるなっていう印象は受けたんですけど、その水素エネルギーが、エコだということで、話をしてましたが、水素エネルギーこう作る場所みたいのはどこか用意してあるんですか。はい、用意してあります。はい、今回ですと、紹介しきれませんでしたけど、研究所っていうものがありまして、そこで、なんだっけ、植物から水素を抽出して、どんどん作るっていうものをやっております。で、はい、調べたこととして、まあなんか、植物の中から水素を抽出するっていう過程もあったりするよねっていう研究結果とかも見てくる。あと、産業総合研究所のちょっと資料を見たんですけれども、実際に、何でしょう、バイオエネルギーっていうものを、水素に変換する研究だったりも行われているようでしたので、まあ、導入させていただきました。あ、はい。じゃあ、その研究所で作った水素からエネルギーを出しているという感じでいいんでしょうか。はい。まあ、このような感じですね。はい。はい。わかりました。
で、これ作っていて、作っていたところで、なんかこう苦労した点っていうのがあれば教えてもらいたいんですけれども。あ、中途半端。ワールドを作る上で苦労したところですか。ま、ワールドっていうか、まあ、そうですね、全体の中で一番苦労したなっていうところは、どこですかね。町全体を作るのに長い作業時間が必要だったのことと、うん、あと未来町中央ビルの設計や内装の内容を考え作ることが大変でした。あ、なるほど、分かりました。これプログラミングを作るのに、エレベーターと使ってるかなと思うんですけど、その辺で何か苦労とかっていうのはありましたか。そうですね、エレベーターを作る上だと、今回は TP コマンドを使わせていただいたんですけど、結構座標をたくさん使うので、その数値をメモして、まあ、お互いに共有したりとかいうのが結構大変でした。わかりました。はい、ね、素敵な作品ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、次の作品16作品目に移りたいと思います。作品ナンバーですね、0374サステナブルシティ、ブラボーチームさんの作品です。それではですね、3分間の、動画の方をご覧ください。関東6県中部ブラボーチームです。作品タイトルはサステナブルシティです。作品の中で最も注目してほしいところは砂漠化防止本部です。植林で砂漠化を防いでいます。スプリンクラーで苗木を成長させています。この水は海水をろ過して賄っています。町の人々も植林を手伝っています。緑が増えて砂漠化を止められるといいですね。作品テーマをワールド上でどのように表現したかは、 SDGs の3つの課題に対してどうするかを意識して作りました。目標3、すべての人に健康と福祉を、で大規模な病院。目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、で再生可能な発電。目標15、陸の豊かさを守ろうで、砂漠に植林場を作りました。クリーンな発電の目標に、すべての建物にソーラーパネルと蓄電池をつけました。ここにも二酸化炭素を出さないクリーンな発電の方法を調べて、水、雷、風、波、地熱、海底火山があることが分かる。自分たちで思いついた摩擦熱、TNT、の爆発力などユニークな発電も作りました。プログラミングをどのように伝えるかというと、砂漠化防止本部のスプリンクラーではレッドストーンを使って自動で水やりをできるようにしました。また町中を通る鉄道の踏切でコマンドとレッドストーンを使いました。トロッコが通るとゲートが閉まり、通り過ぎるとゲートが開く安全設計です。この作品の町には大規模な病院があり、町全体の医療をカバーしています。病院の窓はグリーンカーテンで覆われています。ショッピングモールや海中歩道、キノコ団地、水上公園など、さまざまな楽しい施設があります。僕たちの住む町にこのように快適でおしゃれな取り組みが増えてほしいです。これで僕たちの発表を終わります。はい、ありがとうございました。それでは岩田先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず、ブラボーチームのメンバーは、離れたところで、活動していると聞きましたが、離れているからこそ苦労した点であったり、
離れているからこそ良かった点、この2つを、教えてください。いかがですか、ブラボーチーフさん。聞こえますか。聞こえます。はい、お願いします。まず離れていたことで良かった点は、 LINE のグループチャットを使って計画をスムーズに立てれたところが良かったです。ですが、離れていて良くなかった点は、地域によって学校の授業の進み方とかが違うので、授業の進み具合が違うことによって、全員で一緒にやるということがすごく難しかったところは、すごく大変でした。はい、ありがとうございます。どんな方法でみんなで一つのワールドを作りましたか？先ほど話したように、LINE のグループチャットを使って、まず集まれる時間を決めました。そして、私、資料を共有して遠隔で同時に意見を出し合って、で、ワールドをどのように作っていくかを決めました。全員でワールドに入る、時間とかはどれぐらい確保できましたか？全員でワールドに入るっていう時間自体は本当に少なくて、もう会うときにもう少ない人数で少しずつ入るってことをやりました。それで誰かのワールドに入っていくっていうことを行わなきゃいけないので、毎回、Google のドライブの方にワールドのデータを共有して、誰かがその最新の状態のワールドに入るってことを行いました。そういうことですね。遠隔でマルチでやるってことはやっぱちょっと難しかったってことなんだよね。はい。ですね。はい。ございます。様々な発電方法を調べましたと思いました、書いてありますが、はい。一番面白いなと思った発電方法は何ですか？一番面白いと思うのは、爆発力の爆風を使った発電だと思います。それはどういったところが面白いと感じましたか？やっぱり他のところにはないのにユニークな発電っていうのをみんなで作ろうっていう意見がまとまって、で爆発の力っていうのを、そういうのを利用したら、なんか他のワールドにはない良さが出るのではないかなという意見になって、その爆発力を使った発電を作りました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、さあですね、次、17作品目の方に移ってまいりたいと思います。作品ナンバー0383、本橋ゆいとさんの作品です。僕の未来大自然タウンです。それでは3分間の動画をご覧ください。関東6県中部6区本橋ゆいとです。作品タイトルは僕の未来大自然タウンです。僕の未来大自然タウンはその名の通り、自然を生かした建築が行われています。そして自然の美しさを残すために、あまり土地の形を変化させないようにするなど、自然に対する取り組みが多く行われている町です。この町には発電にも力を入れています。例えばたくさんの発電ができる水力発電、みんなのゴミを集めて電気を作り出すバイオマス発電、そしてみんながしている太陽光発電などをクリーンに電気を作り出せるようにしました。大きな建物の柱には生きた木がそのまま利用されていて、二酸化炭素を吸収し酸素を作り出す役目があります。また生きた木は地面にしっかりと根が張っているので、どんな大きな建物も支えることができます。僕は暮らしやすい街を作るために、どのような土地がみんなに優しいかということや、体が不自由な人でも楽しめるようにするために、実際にどんな取り組みがされているのかを調べました。夜にきれいに明かりがつく装置やプログラムを組んで、間違いがないか何度もテストを行い、ミスが出ないようにしました。特に大変だったのは、ブロックの配置場所を間違えないようにしたことです。そのためにしっかりと座標を測ってプログラムしました。町の中央にある大きな建物は自然を保護しています。家の上には太陽光発電。
みんなでゴミを集めて電気を作り出すバイオマス発電。そして一度にたくさんの発電ができる水力発電などが利用されています。自然と共存している町、とても綺麗です。この装置は一からプログラムを組んで作りました。外から見るととても明かりが綺麗です。このガラスのトンネルは陸に橋を作る代わりに作成しました。町のシンボルタワー、ほとんどが木でできています。自然と共存する店や家、皆さんもぜひ見学しに来てください。今回のテーマを通じて、僕が大人になる頃にはこのような街ができて、人にも自然にも優しくなってほしいと思います。そのために自分もゴミを減らすなどの取り組みをしていき、街を完成させたいと思います。これで僕の発表を終わります。した。そしたら吉川先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい、自然をそのまま生かすということにね、非常にこだわった作品を見せてもらいました。それでは質問していいですか。はい、はい、よろしくお願いします。まずは一番頑張ったところ教えてください。一番頑張ったところは、大きな建物が中央にあるんですけど、その建物が座標がしっかり合っているかを確認しながら建築したこと、ところが頑張ったところです。なるほど。他にもいろんなこう水力発電とか、いろんな発電とか、いろんな装置とか、はい、すごい工夫して作ってあるなと思いました。で、そういったいろいろなものを何かこう実際に見て、感じたこととか、何か体験したことってありますか。体験したこと、自分家に太陽光発電があるんで、どんな仕組みかなっていうのが始まりで調べていきました。なるほど。じゃあ太陽光のその自分のうちにあるのがきっかけだってことなんですね。はい。はい。あとはいろいろこう象徴的な、例えば大きな木を使ったりとか、本当に水がたくさん入っているダムとか、印象的な建物がたくさんあったんですけれども、これをぜひ見てほしいっていうのは何ですか？これをぜひ見てほしいっていうのは、最初に、先ほど言った中央にある大きな建物です、うんうんうん、なるほど。その一番の見どころって何ですかね。中央の建物の一番の見どころは、その建物のほぼ建物に木や自然でできたものが作られて、うんうん、使われて作っているのところですっていうところだね。はい、わかりました。非常に素晴らしい作品ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。そしたらですね、18作品目の方に移ってまいりたいと思います。作品ナンバー0409、レオンさんの作品で、ワクワク未来都市、僕も生き物も自然も楽しい世界です。それでは、3分間の動画の方ご覧ください。関東6県中部ブロック、作品ナンバー0409、ワクワク未来都市、僕も生き物も自然も楽しい世界、レオンです。作品の中でも最も注目してほしいところは研究所です。研究所では絶滅危惧種の保護や繁殖などをしています。働いている人たちの食堂や冷蔵、加熱保管庫、無事庫、治療施設などが入った充実した研究所になっています。中が広いのでコマンドを使って整備しました。他に露天風呂にも思い入れがあります。露天風呂は普通は外にありますが、室内にしました。季節や天気、人目関係なく夜の露天風呂を楽しめます。お風呂の形や植物の配置にこだわりました。SDGs15 を取り入れたので、自然を生かした街づくりをしています。街から木の上の子供広場までのつながりがパルカルでできるようになっており、自然の子供の遊び場になっています。絶滅危惧種の動物やサンゴ、カメラの保護や繁殖もしています。お花畑や木も多く作り大切にしています。
SDGs 15について、日本カオスや日本オオカミが絶滅し、森林も減っていることを調べました。恐竜と同じで、一度絶滅してしまった生き物は二度と地球上に戻ってくることができません。一つの種が絶滅すると、人間の生活にも深刻な影響が起こってくるため、自然な環境を守ることが大切だと知りました。プログラミングは、採掘場の自動ドアと作物自動収穫機に使いました。採掘場の自動ドアは、子供が簡単に入れないようにレバー式にしました。回路の組み方が難しくて、何度も失敗しました。作物の自動収穫機は、水を流すことで作物が自動でチェストに収納されます。水を流す角度や回路に苦戦しました。収穫時に作物が引っかかるので、水場に蓋をし、壁を高くして調整しました。今回僕は SDGs を意識しながら、僕がそこにいたいと思う楽しい街を作りました。家やレストラン、お風呂や遊び場など、生活に必要なものが揃っていて、整備されているところなど、適度な自然があります。人間の暮らしと自然が融合していて、多分 SDGs で暮らすってこういうことだと思います。今までマインクラフトはほとんどやったことがなかったのですが、やっていてすごく楽しかったです。来年もぜひ参加したい。どうもありがとうございました。そしたら中村先生の方から質問の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今マインクラフトはほとんどやったことないっていうふうに言ってたんですけども、ワールドの細かな作りがすごくこう巧みにできていて、実はマインクラフトを始めてどのくらいですか？どのくらい？30分。これ30分ぐらいでワールドを作ろうと思ったのかな？30分でできちゃったのかな、このワールド。マインクラフトは始めてどのくらいになりますか？いつぐらいから始めたのかな？最近？最近だね。最近なんだね。最近 のマインクラフトにしては、レッドストーン回路もちゃんと使えてるし、水が流れる角度って実は難しいですよね。角度が違うと水って流れ始めないんですよね。その難しかったところはどうやって解決しましたか？水が引っかかってしまったっていう時にはどうやって解決しましたか？お兄ちゃんに手伝ってもらった。あ、なるほど。お兄ちゃんが教えてくれたんですね。ね、もう一つ聞いてもいいですか？この中で一番自分が作りたかったものって何ですか？温泉。やっぱり温泉なんですね。これはやっぱり温泉ということは水質としてはある程度温泉のお水というイメージかな？温泉って言いますね。はい、ありがとうございました。いや、本当にまだ始まって間もない作品とは思えないぐらい、プログラミングの使い方もとても上手だったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、本日、最後の作品ですね、中級作品目の方に進めていきたいと思います。作品ナンバー0470。コーダー道場中央林間、クリーンエネルギーで自然と共生する街の発表になります。それでは3分間の動画をご覧ください。関東6県中部ブロック、
コーダー道場中央林間です。小学2年生から中学2年生までの7名のチームです。作品名はクリーンエネルギーで自然と共生する街です。よろしくお願いします。モノレール、瞬間移動できるテレポーター、荷物を運ぶドローンを作りました。特にモノレールは海中を通るルートを作り、ワールド全体のツアーができるようにしました。駅の建物の構造や見た目にもこだわりました。グリーンエネルギーを作る波力発電所にも力を入れました。実際に動いている様子を表現するのは難しかったです。電気を順番に光らせたり、ブロックを順番に動かすことで動作している様子を表現しました。火力発電所、太陽光発電所、風力発電所から作ったクリーンな電力で街全体を動かしています。モノレール、ドローン、トランスポーターで移動したり、物を運んだりしています。また、自然を多く残し、自然について学ぶ施設、自然学校、自然教室、自然公園を作りました。これらでクリーンエネルギーで自然と共生する街を実現しました。また、すべての人に健康と福祉を取り入れるために、ワールド全体に展示ブロックを置いたり、病院を作ったり、会場にウォーキングコースを作りました。病院の受付には、介護のための NPC を置いて喋らせたりしました。クリーンなエネルギーとはどんなもの？福祉って何？陸の豊かさとは？図書館で SDGs の本を借り、テーマにどのようなものが入るかを確認しました。ミルクバンドを使って指定した範囲を指定したものに置き換えるプログラムで整地したり、歩いている途中で地面のブロックが変化するプログラムを作りました。また、レッドストーン回路を使用したところは、火力発電所の動力やモノレールのポイント切り替えなどです。このワールド制作では、チームリーダーを中心に各自がどんなものを作るかしっかりと話し合って取り組みました。手伝ってほしいときは声を掛け合い、協力し合いました。集まれるときはなるべく集まるようにし、制作できる時間が異なるときはオンラインを使って独自のペースで進めるようにしました。2021年の夏はこのワールドと最高の仲間たちを作りました。以上です。はい、ありがとうございました。そしたらですね、質問の方、関口先生の方からよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それではですね、一番最後ということで、最初から、ずっとあのカメラオンにしてたんです。疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。中途中タブレットとかやってた。はい、まあ、オンラインと、ね、オフラインの同時並行という形で人数が、ね、結構いる中で、やったかなと思うんですけど、みんなで集まってっていうのはどのぐらいできましたか？大体できた。全員が揃ってやったのは本当に週2回ぐらい。今も全員集まってるんです。今も一人足りない。今も一人足りない。はい。なかなかやっぱり集まれなかったっていうことですよね。はい。はい。じゃあオンラインでどういった形で、進めていきましたか？チャットで会話しながらやりました。あと、オンラインやってないからわかんない。VPN の設定をして、各自空いてる時間を使って、協力して、やりました。はい、なるほど。各自で、じゃあ、それぞれ、チャットとかしながら協力してやったっていうことですかね。はい。はい。じゃあ、この作品ですね、なんかいろいろ多分注目してほしいところが あるのかなと思うんですけど、これ一番注目してほしいものってのはどれですか？
火力発電所とか、あと浄水場も一緒に入れます。浄水場もあるんですね。はい。はい。火力発電所。この火力発電所っていうのは、どういった形で発電をするんですか？教えてください。海の、波というものを使って、タービンを回して発電するような形です。はい、波の力っていうのをもうちょっと具体的に教えてもらっていいですか？波で押す力を使って発電してます。潮の満ち引きとか、あと風で水が押された時に発生する波とかを利用してタービンを回しています。はい、はい、潮の満ち引きですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。あとですね、苦労したところっていうのはありますか？苦労したところは、もちろんその建築物を作るとかも苦労したんですけど、やっぱりみんなの時間を、それぞれ違う中で、どういうふうに、みんなで制作していくかとか、じゃあ計画を立てたりとか、どういうふうに、分担するか、それのあとは、苦労したと思う。途中ちょっと喧嘩した。はい、ちょっと喧嘩とかもあったけど、要するに、あれですよね、ワインクラフトで作品をこう、作ったわけですけど、その中でね、みんなでどこやってとかっていうところで計画したりとか、話し合っていくとかっていうところが大変だったっていうことですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしたらですね、以上でですね、19作品すべてが終了しました。皆さん、発表、あと先生方質問の方ありがとうございました。で、ちょっと1作品だけですね、ちょっと8作品目のですね、チームマイハイさんのですね、動画に対して、岩田先生の質問がありました。それに対してチャットの方でですね、回答していただきましたので、そちらの方をですね、ご紹介させていただきます。まず1つ目の質問なんですけれども、電気自動車、EV 車ではなく水素化を選択したのはなぜですかということで、その回答はですね、なぜ電気自動車などではなく水素自動車、電気自動車だけでは普通だと思ったので水素エンジンにしましたという回答でした。で、2つ目、レッドストーン回路はどのような点で使われているのか具体的に教えてくださいという質問に対しては、レッドストーン回路はマンションの部屋のオンオフ可能な照明やピストンエレベーター、堤防のシャッターなどに使われています。あとは少しデザイン性が必要だと思ってマンションの空中庭園の下に回転する照明を取り付けましたという回答でした。で、3つ目、木との共存とあったが、なぜ木との共存が大切だと思ったのかというふうな質問に対しては、木との共存 では、人と木は切っても切れない存在です。木は自然の象徴と言っていい存在です。木がなくては土砂などの災害が発生してしまいます。しかし、間伐をされていないと災害が起こる可能性があり、環境保全として大切です。という回答をいただきました。はい。回答の方どうもありがとうございました。以上をもちましてですね、本日の、発表、質疑応答の方を終了させていただきたいと思います。で、ですね、この結果、この場ではですね、まだ審査結果はお伝えできなくて、12月上旬の方をですね、発表をさせていただきたいと思います。それではですね、最後終了する前に、ぜひみんなでですね、集合写真を撮れたらなと思っておりますので、時間ちょっと押しておりますが、ご協力いただけたらなと思っております。
あ、お疲れ様でした。